剣道さんなんです。剣道子なんです。二人合わせて剣道三段子なんです。よろしくお願いします。すり足すり足、はい、やめたいっすね。すり足ね、ちょっとね、ちょっとあのロケだと大変なことになりますよね、はい、そうですね、まあ、始めちゃったから、はいはい、いつやめればいいか分かんないですよね僕らも、はい、やめ時が分からない、やめ時が分かんないです。はい、すいません、ということでね、ということで、はい、今日は何が、今日はですね、実は三段五段は実はもっとすごいんだよっていうのをお伝えしたいわけなんですよ。自分の口だからね、なんかそんなこと言うのもあるんですけど、いや、なんかいろいろね、実はあんますごくないんじゃないとか、はい、あんま強くないんじゃないとかっていう声がちょっと上がってきてるのも事実なので、あー、まあね、はい、こんな金輪際一切そんな話はなしにしてあげようかな。あー、もう分からせてあげようと。分かってた、そうね。ただね、あのちょっとあの分かりづらいと思うので、今日はですね、こちらを使って、どんだけこの僕らはあの瞬発力があるかっていうのを、はい、ちょっと調べてみたいと思います、はい、シャボン玉です。シャボン玉、シャボン玉ですね。このシャボン玉を出しますね、はいはい、出します。このシャボン玉を剣道三段五段有段者は何本取れるのかっていうのですね、はい、今日はですね、チャレンジをしていきたいと。めちゃめちゃ実力分かりづらいじゃないですか。いやいや、瞬発力ないとできませんから、これめちゃめちゃ分かりづらいよこれ。いや、まあ、まあ、一回やってみると分かりません。ただ、はい、三段五段対比してもここで比べてもしょうがないので、今日は最強の素人、最強の素人呼んでおります。ちょっとじゃあ呼んでください。呼びたいです。この方です、どうぞ。だと思ったよ。何回出てる。毎回じゃないですか。いや、大ファンだから。大ファンだから。大、え？ずっとここだし。結構なんか印とかつけてるんですか。ここだよって。撮るときはここだよっていう印をつけてるの。なんかね、俺たちも向かってくると、あ、この辺だなってなっちゃいますもんね。帰ってきた中ありますもんね。はいはいはい、まあまあいいじゃないですか。それでは行きましょう。行きます。剣道三段五段シャボン玉チャレンジ始め。始め。めめめ一本めめめめめめ一本一本やめめ一本。今の一本は向こうです。今の一本は向こうということで、じゃあまあ普通の方はこのぐらい、結果は4本、はい、じゃあ4段ですね。あれ、シャボン玉の割れた数で段決まんないですよ。え、違うんですか。僕、シャボン玉3個しか割れなかったなじゃないんですよ。綺麗な振りしますね。じゃ続いて、三段さんがチャレンジです。どうぞ。はじめ。ベンベンベン一本ベン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 終了。メンメン何ですか。結果は2本です。いや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 、見えてないよ。違う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 、割れてましたよね今ね。違う、見えてたでしょ。見えてたよ。作るのに必死。違う、2本だって。いや、見えてな。じゃあ俺思った。まあまあまあ、ということで三段さんは2個ということで、はい、敗退。敗退何か。じゃあ次5段が見せたいと思います。あ、わかりました。それでは5段です、どうぞ。いけ。ブン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 。剣の舞。違う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 、嘘。ちょっと待って、結果はゼロ。なんだな。違う、下手すぎるって。だってちょっとふざけてたじゃないですか。なんかこんなになんか違う、変なやつやってたじゃん。あれは照れ隠しだよ。はい、というわけでチャレンジ終わりましたけども、まあ、結果発表をしたいと思います。なくてもいいんじゃないの。岸野さん4本イエーイ、3段2本、5段2億全体違いますね。ゼロ、5段0本ということで、まあ、1番5段が結局あの4
わかったという検証結果になりました。よくシャボン玉壊せる。子供の夢と希望があるシャボン玉を何壊してるんですか。今は今回の前に全部シャボン玉を楽しむとかどうか、それが現代を楽しむとかどうか、つながるのかと思います。何があるんだろう。一番楽しんだのは五段。いや、どんどん終わりなんですか。はい、ということで以上シャボン玉チャレンジでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。